はい、書道家の真美です。こちらの作品の解説です。ぱっと見、何に見えますか？これなんか真ん中に大きく口って開いて、周りにいろいろあるんですけど、まあ、読み方としては我ただ知足というふうに読みます。我ただ知足。よく見るとここに数字の5、漢数字の5があって、口、まあ、我が輩は猫であるの我がですね。でよく見るとここに口辺があって、ここに古鳥が、書き順間違えた、古鳥があります。これは唯という字、まあ、ただと言います。そしてまたこっちをよく見るとやという字がありますね。やみ知るという字ですね。知っていく、知る。で最後に一番下に目をやると、こう口と合わせて足という字が見つかっちゃいます。これの4つの見つかっちゃった字を合わせると、我ただ知足、我ただ知足という読み方になります。意味としては足ることを知る、まあ足ることを知る、なので今現状自分はとても恵まれていると、なんかその生きていてやっぱりいろんな目標があったりとか、いろんな夢だったりとか、いろんな叶えたいものとか、いろんな欲しいもの、欲望がやっぱり、まあ、目標だったらいいんですけど欲望も出てきちゃうんですよね。でそういった時に、あ、向こうのも欲しい、あれも欲しい、これも欲しいっていう風になっちゃうと、人間結構もうガタガタなり始める兆しだと思ってるんです。だからそういう風になっちゃった時にふと立ち止まって、一回足元を見て、自分こんなにいろんなもの持ってるっていう風に気づけることってすごく大切だなっていう風に思うんですね。なので自分はただただ足ることを知っているっていうような意味合いの言葉です。なのでなんかまあ私もその将来の夢が人間国宝なんですけども、人間国宝になりたいみたいなことをまあ思って、人間国宝のなり方とか調べたらっていうふうに言われるんですけども、まあ言われたところで多分なんですけど、その人間国宝を選出する人ってまあまあ上の世代だと思うんです。で自分が人間国宝適齢期になった時に、なんかその人間国宝のなり方を調べて、それにこういうふうに向かっていったとしても、自分が人間国宝になりそうな年齢、まあ60代とかだと、60、70、80代だと思うんですけど、その時に選ぶ人って多分同年代の人が選ぶと思うんですよ。だから今の基準に合わせていったところって絶対なれないし、だし合わそうとも思ってない。なんか思ったやりたいことをに、そのやりたいことを叶えるために動いた方が、その人間国宝になれなかった時もすごく満足して、まあなれなかったけど、まあいろいろと楽しめたしいっかっていうふうに思えると思うんですよね。だから目の前のことを単純に楽しむ、なんか向こうの目標とか向こうへの欲望のために自分をこう持っていくんじゃなくて、今の自分自身のその範囲の中で思いっきり楽しむことをしていきたいなっていうふうに思って、その気持ちで書きました。で、これも、我ただ知足、たることを知るっていうふうに書いちゃってるんですけど、韻を結構ペタペタ押しちゃってて、なんかこれはちょっとたることは知ってないかもしれないなっていうふうに、ちょっと自分の中では思っちゃったんですけど、まあこの韻を見ると、このニコちゃんマーク、二人組、アメガハートとサングラスマイル、あと円がありますよという円ですね。でこれキングちゃんが2匹泳いでます。ひらひらと、我ただ知足だよってこう吸い込まれていくといいなって思って、こういう風に押しました。でこれ見てください、マミ、書道家のマミがここにおります。でそして、これが、随所楽しむ、どこでも楽しむ気持ちを忘れずにっていう意味の韻ですね。でマミっていう風にこんな韻を押してみております。我ただ知足、黄色くて楽しい雰囲気で生きていこうよっていう気持ちで書いた作品でした。ありがとうございます。